11月9日に開催される天皇陛下ご即位をお祝いする国民祭典に出演する嵐ですが、嵐ファンはご存知のように報祝曲を披露することになっています。この祭典の特設会場は3万席のうち2万席は関係者席になり、残り1万人が無料で招待されます。応募は報祝委員会のホームページで10月2日まで受け付けているそうです。当選者のみメールで通知されます。抽選に漏れた嵐ファンが殺到することは間違いないでしょうね。応募に外れた人たちが来場される場合のために6万人の立ち見席やパレードの道路を一般に開放し、10万人に対応するように検討されているそうです。ステージのすぐ横の巨大モニターは420インチと特大で、特設ステージ近辺のほか、観客席前、立ち見席サイド、日比谷公園、野外ステージなど各所に準備する予定で進められているということです。そこで抽選に漏れた方の穴場スポットは、女性セブン2019年10月10日号の発表によりますと、パレスホテル東京常連客は19階にあるクラブラウンジのテラスからは様子も見えるかもしれません。テラス席のあるレストランや上層階のレストランにもチャンスがあるかもしれませんと言っています。しかしフロアを利用できるのは宿泊客のみのようです。ザ・ペニンシュラ東京は24階のレストランがファンの間で狙い目になっていると言われています。客室だと14階以上の公共側が見られるかもしれませんということです。丸ビル関係者によりますと、東京ミッドタウン日比谷は6階にある屋上庭園では音漏れが期待できそうということです。丸ビルの35階、36階にあるレストラン街は見られる可能性が高いようです。ホテルやレストラン以外では皇居前広場に近い和田倉噴水公園と言っていますが、今回は封鎖される可能性も高いということです。東京駅周辺は大パニックになるだろうと予想されています。11月はもう寒いと思います。祭典に参加される方は雨も予想して十分な準備をされてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。